ちびちびおけいこ、こんにちは、まあです。ペットボトルキャップを使ってマグネットケーキを作っていきます。まずはこのペットボトルキャップの中にマグネットをくっつけていきます。セロハンテープでも十分くっつきましたが、念のためマグネットとキャップが接している部分にボンドを入れておきました。5歳の娘ピノと一緒に作っています。マグネットが地面と平行になるように今押さえてます。このままでセロハンテープをピシッと引っ張って止めます。こんな感じです。続いてはこれを裏返して両面テープをこのキャップの側面に貼っていきます。この両面テープの部分にくっつけるものはフェルトなので、きっちり両面テープを貼っていなくても大丈夫です。今動画内でやってるみたいに3センチぐらいの両面テープを2箇所ぐらい貼っておけば大丈夫です。なかなか剥がれなかったので両面テープの角を剥がしておきました。これで簡単に剥がすことができます。両面テープのフィルムを剥がしたらフェルトを貼っていきます。フェルトはあらかじめ切っておきました。とりあえずピノに任せてみたのですが、この貼り方だとフェルトの端っこが両面テープがない場所に来てしまうので、こんな感じで両面テープを貼った場所の中心から貼り始めると、こうやって両面テープに両方の端が来ます。フェルトがちょっと長かったのでこの部分カットします。そしてここにクリームを乗せてといきたいところなんですが、クリームを乗せる前にこのフェルトの周りにリボンを巻いていきます。その方が作りやすかったので編集で入れ替えさせてもらったため、上に先にクリームが乗ってしまってます。リボンは両面テープでくっつけます。リボンはなくても可愛いのですが、リボンをつけるとさらに可愛いかなと思って今回リボンをつけています。リボン無事にくっつきました。それではここからが楽しいところです。クリームを乗せていくシーンご覧ください。このクリームは何で作っているかというと、ヒゲ剃り用のシェービングフォームと木工用ボンドを1対1で混ぜたものに絵の具を入れて作っています。今1対1って言ったんですけど、気持ちシェービングフォームを多めに入れてふわふわ感を出しています。このクリームをたっぷり乗せていきましょう。丸1日ぐらい置いてたらボンドが入っているので乾いてました。仕上げにママが隙間を埋めてクリーム部分は出来上がりです。最後にこのクリームの上に好きなビーズなどを乗せていきましょう。可愛いピンクのポンポンがあったのでポンポンも乗せてみました。この上からラメを振ったら出来上がりです。最後までご覧いただきありがとうございます。いいねやチャンネル登録、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。